あ、はい。なんと、今日はいいですよ、笑っても。なんとですね、この我が家、白浜ハウスに住んでくれることになった若さんに来ていただきました。はい。お願いします。来ていただきましたというか、住んでますけど。はい。住んでます。若さんにね、来ていただきました。で、今日は若さんの財布を紹介したいと思います。はい。それでは、お願いします。いいですか？はい。はい。この中に、ちっちゃい財布を入れてます。はい。こっちも財布？あ、こっちも一応財布にしてます。そうなんだ。はい、じゃあ、二つある。珍しいね。こっちには、一応スイカが入ってます。うん、おー。それ、番号見せちゃった。大丈夫です。財布かけて大丈夫ですよ。財布かけよう、はい。スイカ。こっちは？そうですね。これは、コンビニで、極小の財布って書いてあったんで、買っちゃいました。うん、あ、コンビニで買ったの？あ、そうです、そうです。かわいい財布。ちっちゃい財布が良かったんだね。極小財布って書いてあって、うん、なんか本と、ちょっとした本と一緒になってるやつとか、本の付録みたいな感じのやつ。なるほどね。それを買いました。うん、で、まあ、どれぐらいだろう、まあ、1年は経ってないと思うけど、それぐらい使ってる。なるほどね。めっちゃ可愛い。スヌーピーの。うん、かわいいね、スヌーピーの、はい。そう。皮だから使っていくとどんどん柔らかくなって。そう。いいね。いい財布。めっちゃ使いやすい。うん、そっちじゃない方の黒い方の。はい。財布、なんか見たいです。ね。どんなもんが入ってるんですか？なんとミンティアが。ミンティア。財布じゃない。ミンティアも入ってる。そうです、うん。こっちはもうあの、財布、これ入れて、ああ。もう、このまま、改札にピッてできる。うんうん、ああ、なるほどね。財布イン財布にして、で、スイカは、ちょっと端に入れておいて、ピッみたいな。ピッて、このままピッて行って、通れるから。カバンとかにつけてるの？ここ。普段これは、もう、ここに、ショルダーバッグみたいな感じで。ああ、そういうことか。バックタイプなんだね。はい、はい、はい。でももう、バックインバックの、まあ、財布にし、なってるっていう。ああ。その、カメさんがちょっと気になるんですけど、そのカメさんは。カメは、これはあの、親戚がハワイに行った時に、うん、あ、確かにハワイ感。確かにギター持ってる。ウクレレ？ウクレレかな？ウクレレ、そう、ウクレレなんだけど、うん、これ多分、最初ハワイのディズニーのキャラクターで、うん、日本に上陸してるんだけど、うん、なんか、新婚旅行で、みんなで家族で行って、そのお土産だよってもらった。そう、オルメルっていう。オルメル。かわいい。ディズニーキャラクターとして知らなかったオルメル。あ、本当に？うん、知らなかった。知らない。確か今甲羅のところにね、ミッキーって。あ、そうそうそう。ほら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 。めっちゃこれ気に入ってて。カメ好きだから。ああ、そうなんや。そうそうそう。いいね。だから、もう、一緒にどこに行くにも一緒。はい。他は何が入ってるの？他は、ミンティア、スイカ、うん、ミンティア、スイカ。最近のやつは隠しながら出してる。保険証かな？ああ、保険証とか。あとは、まあ、あの、ディズニーの。うん。一応メッセージカードみたいなやつ、うん、手紙かけるみたいな。あ、そう、新宿のディズニーストアで、ちょっと拝借もらってきました。あるんだ。な感じですね。へ、そのぐらい？それぐらいですね。はい、あ、ちなみに、なんか、最近見つけたんですけど、うん、このミンティアは声優さんも、あの、いいよっておすすめしてるらしい。声が良くなる。ミンティアらしい。ミンティアボイスって書いてある。プラスボイス。プラスボイス。YouTube 撮る前にね、食べてもいいかもね。確かに。確かに。いい感じの声になるかもしれない。っていう、うんうん。はい、そんな感じです。はい。じゃあその、はい、メインの方。メインのお財布を。もう一個のメインのお財布は、うん。こんな感じですね。はい。じゃあ、まず、おすすめのカードから。おすすめのカード。はい。おすすめのカード。カードは持ってないんですけど。お。持ってない。はい。まだクレジットカードとか。うん。ないんですか？クレジットカードとか。クレジットカードは基本持ってなくて。おー、すごーい。すごい。お店のスタンプカードあー、はい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 、はい。ほとんどって感じ？そうですね。あー、そうなんですね。お店は場所が特定されちゃうから、何屋さんとかでもいいかも。下に置いてって、一個で。あ、いい。
パスタ屋さんのスタンプカードがあった。パスタ屋さんのスタンプカードがあったりとか、これは、まあ、臓器提供カード、献血のカードとかですね。あとは、一応、ファンコーディネーターやってて。あ、ほんとだ。ちょっと、名前は見せられないけど、こんな感じ？会員証があります。私は高校生の時に撮ったやつ。あ、そうなんだ。若さんは、パンのお店を持つのが夢なんです。いいね。そうなんです。いいです。応援したい。応援したい。移動店舗を持ちたい。おー、いいね。はい。っていう。ちなみにパンはインスタとかに公開とかしてますか？あ、してます。あ、じゃあね、若さんを応援したいっていう人は、そのインスタをね、開いて、フォローお願いします。お願いします。概要欄に貼っときます。はい。はい、なんか、ごちゃごちゃしましたが。はい。お願いします。ちなみに、クレカを、はい、持ってないってことだったんですけど、デビットカードとか作る気はないんですか？あ、なんかデビットカードみたいなやつは一応持ってて、うんうん、この中に入ってるから。え、なんだろう。ありましたね。あー、キャッシュ。ちょっと見せてもらっていいですか？はいはいはい、キャッシュですね。うんうん、はいはいはい。これはもう現金を入れてその場で落とせる。うんうんうん、まあまあ、プリペイドカードですよね。そうですね。うんうん、まあでも、ほぼデビットカードみたいな。ほぼデビットカードみたいな。感じのは、まあ、これぐらいあればいいかなと思ってて、うんうん。私たちの動画見てくださってる方には結構お馴染みのカード。有名なカードですね。有名なカード。結構ポイ活でも使える有名なキャッシュで。うんうんうん、あ、それを使ってるんですね。あとはまあ、これがエディのカードだけど、そんなに使ってない。うん、あ、それエディ？かわいい。そんなんの？カバー貼ってて。あ、カバー。あー、びっくりした。あー、なるほどね。エディがあるんだね。そう、うん、エディもあります。そっかそっか。うん、カバー、カードに貼るカバーとかってあるんだね、今。自分で貼ったんじゃないの？違う。え、こういうクレカ用のやつじゃなくて、ただ単にシール？いや、なんかカードカバーみたいな感じで売ってる。うん、ほら。売ってるんだ。そうそうそう。それを貼ってる。なんだろう、これ、うん、企業さんのやつなんだけど、うん。ちょっと可愛くしたいなと思って、上から貼っちゃった。そっかそっか。黒猫ヤマト。あ、違うか。黒猫山と何なんで隠してるんだ。そっか。可愛くしたいんだから。可愛いところ見てください。そう、可愛いところ見てください。可愛い、可愛いね。チップが出るかな。あ、そうです、うん。ディズニーが好きなんだね。好きです。おー、うん、チップがめっちゃ好き。私、どっちがどっちかわかんない。チップこっち。え、わかんの？え、二部差してるから。あ、そっか。知ってる。こっちね。寝てる。こっちが出る。下に寝てるからね。右が出る。めっちゃ可愛い。可愛いね。っていう、こんな感じですね。お札はどのくらい入れてるの？お財布に、今は、うん、多分何十円ぐらいしか入ってない。本当に？もうキャッシュレス世代なんでね。あ、そっか。ペイペイとか使う感じ？ 230円しか入ってない。そうなんだ。え、困るときない？この辺結構意外と現金で払わなきゃいけないランチとか多いけど大丈夫？あ、まあまあ、大丈夫だと思う。多分大丈夫じゃない、ね、それは困るときは来る。それはもうなんか、ペイペイを使えるお店探して、うん、ああ、なるほどね。ああ、確かに。使えるとこしか行かないっていう、ね。そうね。はい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 。なんか、あれだね、今時の子は、クレカとか、なんか現金とか持たずに、やっぱペイペイとかそういう QR コード決済が多いのかもしれない、ね。多分ね。そうかもしれない。でも私が特殊なのかも。でもやっぱ QR コード決済の需要は伸びてるなって感じは、お財布の紹介してってすごく思うね。まあまあまあ、そうやね。なんかちっちゃい財布持ってる人最近多いよね。めちゃくちゃ多い。うん、なんか一昔前のなんかのでかい財布あんま見なくなったよね、最近ね。そうだね。本当に、ムーディーの回ぐらいじゃない？ああ、そうやね。はい、こちらの人なんですけどね。ちょっとごちゃっとした財布出してまして。かなりごちゃごちゃ系の財布なんで、面白いので、見てみてください。すごい。うんうん。こんな感じです。もう。いやなんか、楽しいね、なんか。楽しい。自分とは違う感じの財布で、自分とかね、クレジットカードめっちゃ持ってるんで、
クレジットカード1枚持ってないけど、秀樹は何枚持ってるの？まあ、30枚ぐらいは持ってます。5枚ぐらい分けたり。それ俺のお金取られるんじゃないですか、ね、勝手に使われて。プレゼント。5枚。それ売りすぎん、それ。ちゃんとこれを買いましたって感じ。あ、事故報告で。報告はしよう。面白いね、それ。いや、じゃあそんな感じで。はい。はい。こんな感じで。はい、終わりましょうか。はい、終わります。はい、ありがとうございます。はい。というわけで、楽しいなと思ってくださった方は、高評価とチャンネル登録、お願いします。お願いします。今日は、若さんに来ていただきました。またねー。またねー。バイバーイ。Thank you.